ただきます。で、今日は札幌濃厚味噌生麺いただきます。最近ラーメン好きなんですよね。ではいただきます。うん、これうまいぞ。で、ニンニク、うめえ。ラーメンとさ、ニンニクってなんでこんなに合うんだろうね。ネギも入れるけど、その前に卵をいただきます。今日ね、スーパーに買い物行ったんですよ。そしたらね、99% の人がマスクしてるんですよ。それはたまたまマスク持ってくるの忘れて、うわぁ、これ申し訳ないなぁとか思いながらも、自分も怖いなぁと思って、帰って早速マスクを用意しましたけど、やっぱ今はそんだけみんな考えてるんでしょうね。なんでこんな感染していくんだろうな。一瞬くらい前、これ某国の公式シーンを機関車トーマスで動画流して、ね、そしたらね、それから1年近く謎の国の不明の国からの主張っていうのがあったんですよ。その不明の国っていうのは某国ですけどね、有名な。怖い怖い。今はね、もうそういう表示はないですけどね。ビビりますよ、不明の国と言われたらじゃあ。Thank you.
感染といえばですね、仕事中に高熱が出て、だるくてだるくてしょうがなくなって、インフルエンザだなと思ってたんだけど、そういう時に仕事が入って、今はインフルエンザに感染した7日ぐらい、自宅で療養っていうことになるんですよ。当時はそんなのなかったんでね。なんですけども、もうだるいし、寒いしね。本当後でしんどいなぁ。これがね、元気の元になるのはニンニクだと思ってる人、ニンニクさえ食っていれば元気だという誤った知識が入ってますんで、ちょっとだるいなぁとか言ったらもうニンニクをラーメンなんかに山盛りにして入れて食べますよ。俺ラーメン好きなんですけども、好きになったきっかけは、当時あの幼稚園ぐらいかな、で近くにバスを動かないように古いバスですよ置いて、そこでラーメン作ってるバスラーメンがあったんですよ。醤油ラーメンだ。醤油ラーメンがめっちゃうまくてね、記憶に残りましたね。その時期に、まあ、お寿司屋さん行って、エビを初めて食べたんですけど、なんだこれはと思いましたね。こんなうまいもんあったのかと思いましたよね。エビがね、香りが良くて、ゆでてあるんですけどね。もうすんごいうまくても大好きになった。残念なことに今の回転寿司ではね、そういうのは味わえないですよ。僕の一番好きなラーメンは、天下一品のこっちの台なんですけどもね。あれはうまいわー。毎日食べられるとしても、忙しそう、多分飽きちゃうと思うんで、1ヶ月に1回ぐらいペースがいいかな。まず、飼っていた犬、名前は山犬と言うんですけども、あいつの大好物は食パンなんですよ。もう食パンになったらね、崩したようにもう尻尾振って、ちゃんとお座りしまってるんでしょうね。それが可愛くてね。食パンの時に好きなのが煮干しだったんですよね、やつはね。
この人は寂しくなっちゃうね。うまい。味噌ラーメンにニンニクって最強だな、俺。うわ、ニンニクも効くわ。会社の近くに出前してくれる食堂があったんですよ。何食べてもうまいですけどね、僕が好きだったのはオムライス、カツカレー、ラーメンだったんですけども、毎日カツカレーとラーメンか、オムライスとラーメンか、どっちか食べたんですね。そしたら体重がもう一気に増えちゃって、そうですよね、毎日好きなもん腹いっぱい食ってや、そうなりますよね。その後は一旦体重も減ったんですけど、この年になるともうダメですね。会社の同僚にすごい相撲取りみたいな太った人がいたんですけども、その人の昼ご飯はカップラーメンとカップ焼きそばで、カップ焼きそばを主食にカップラーメンをおかずにして食べてましたね、毎日。それやばいんじゃねえのと言っても、いや、これ俺のもんだからって言っても、俺のもんってそういう問題じゃないんじゃないのって言ったんですけどね。
やっぱり見にくいよ、味噌ラーメンは。高校生の頃ね、近所にラーメン屋があったんですよ。冬添えラーメン食べに行ってたんですけども、僕はもう味噌ラーメン、やつは醤油ラーメンで、味噌は味噌ラーメンがあるんですけど、味噌バサーっていうのがあってね、味噌にバサーが浮いてるんです。一度その味噌バサーを食べた時に、なんだこれ、こんな前もあったのかと思って食べましたけどね、確か50円か100円プラスだったんだな。金がなかったからね、普段は味噌ラーメンばっかり食べてましたけど、そんな生活も普通に続けることは無理ですが、時々お金の財布を武装して1000円2000円と引いてましたけどね、もうこれ今だから言える話なんですけども、すまん母ちゃん、金を盗んでたのは俺だ。バイトできるようになるまでは本当お金なかったですからね。バイトといえば、大学入ってから日産の車の工場で出来立ての車を決まったブースに止めるっていうのがあるんですよ。前の車と10センチ幅で止めて、横の車とは20センチ幅で止めるっていうんですけども、それをやって、なぜあれ大したもんじゃない、どうってこともないんですけども、それやってガードマンやって、その現場監督に、お前毎日聞こえないかって言われて、僕は契約社員なんでって言った、なんでアルバイトかって言うからで、いやいや評価を受けてたんですけどね。で、次は警備会社の社長からうちに来てくれないかと、うちの会社で働いてくれって言われて、いやいやいや、まだ大学生ですから、その辺のところは辛抱してください、待ってくださいっていうごまかしましたけどね。何がどうなるかわかんないですけどね。ああ、もかさん、じゃあ今日もおいしくいただきました。ごちそうさまでした。